ごめん。結局一緒に寝ることになっちゃってさ。しょうがないわよ。あんなに酔っ払ってる人を追い出すわけにもいかないじゃない。それじゃあ俺は床で寝るから。無理な相談ね。震えているあなたの横でぬくぬくと眠れると思う？でも。じゃあ私が床で寝る。それこそ無理な相談だよ。愛しい奥さんを床で眠らせるくらいなら今すぐ死んだ方がいい。そんな大げさな。もう監察官の目はないんだし、演技はしなくていいのよ。本心だよ。え？君が俺にとって大切な人だっていうのは嘘じゃないだろ。そう言ってくれるのはありがたいけど。ほら、あなたも早く来なさいよ。ノロン？ただ、寝るだけだもんな。ちゃんと離れてるから安心して眠って。そんな橋の方にいたら眠っている間に落ちてしまうわよ。遠慮しないでくっつけばいいのに。何？もっと警戒しないとダメだよ。俺はいいけど、他の男だったらとっくに襲われてる。信用してるもの。だから平気。ほんと。姉さんは無防備だよな。その呼び方、久しぶりね。今はこっちの方がいいからさ。なんで？何でも。どうして遠慮するの？遠慮じゃなくて。姉さんが分かってないみたいだから、もう一度教えてあげる。男が本気になったら、こうして全部包まれちゃうんだよ。
おやすみ、姉さん。おやすみ、私の旦那様。そろそろ俺だけの奥さんに戻らない？あ、もうびっくりするじゃない。いきなりじゃないよ。何度か扉を叩いたんだけど、全然応答がなかったからさ。どのくらい待たせてしまったのかしら。その縫い針に嫉妬するくらいの時間かな。最近のナランは可愛くないわそれは残念。よかったら少し出かけない？でも仕事が。帰ってきたら俺も手伝う。これで問題解決。だけどナランも忙しいでしょ。それにあなたは縫い物なんか。君が来るまで俺が兄貴の繕い物をしてたんだ。そのくらい朝飯前だよ。それならますます休んでいた方がいいんじゃない？俺にとっては君との時間は全て休息時間なんだって。というわけで出発進行。支度する時間を。君は
いつも綺麗なんだから、そのままでも大丈夫だよ。そんな風に褒めたって騙されないんだから。着いてからのお楽しみ。やっぱり普段よりも人が多いな。そしてずっと抱きしめていたいところだけど、せっかく来たんだし、少し店を眺めながら歩こうか。ええ、大賛成よ。あ、一緒に行きたい店があるんだ。こっちだよ。はぐれないようにと思ったんだけど、俺が触れたらダメ？あ、うん、突然握られたから驚いてしまった。そっか、じゃあ突然じゃなきゃいいかな。おいでよ、俺の奥さん。よし、じゃあ行こう。綺麗ね。ここで売られているのは珍しい花ばかりなんだ。本当ね、見たことのない花ばかりだわ。さて、君にはどれが似合うかなと。え？もしかして私に送るために来たの？そうだけど、いや。だって、そんなの申し訳ないわ。
金なら心配しないで。むしろ遠慮される方が寂しい。それじゃあお言葉に甘えて。ああ、君は見ちゃダメだからね。ダメなものはダメね。目をつぶってて。お待たせ。目つぶって。はい。はい、できた。もしかして花をつけてくれたの？綺麗な花。やっぱり似合うね。俺の見立て通り。すごく綺麗だよ。ありがとう。この花、兄貴も好きだったんだ。そうなの？うん、警備の仕事の時だったかな。この花を見つけてさ。あんまり綺麗だったから思わず立ち止まって見てたんだ。そしたら兄貴がこれを買ってくれて。あ、俺は女じゃあるまいし恥ずかしいからいいよって断ったんだけど、兄貴はお前もいつか好きなやつができたら買ってやれとか言ってさ。あの時からずいぶん時間が経っちゃったな。ナラン。俺は兄貴から好きの助けを受け取った。誰かを守りたいっていう気持ちも全部兄貴から教わったんだ。その恩に報いるためにも兄貴の分まで俺が君を守るよ。ナラン、ただ守られるなんて嫌だわ。私もあなたを守りたい。あなたが険しい道を進むのなら、私が茨を払う剣になる。
わかってる。俺たちはどこまでも一緒だ。そういえば宿舎のみんなに差し入れをしたいの。少し買い物をしてもいい？あ、ごめんなさい、わがままだったわね。わがままじゃないし、もしそうだとしても君のわがままなら大歓迎。それが君自身に関することならもっと嬉しいんだけどさ。私は今のままで十分よ。わがままを言う必要がないわ。本当に？そんな風に言ったら後で後悔するかもよ。